すごい、ありがとう。ねえ、配信しようと思ってさ、配信しようと思って部屋来たらさ、ちい側に雲ついててさ、ちい側の人形に、ちい側を部屋の外投げて配信して、配信始めちゃった。本当に、もう、雲、マジで本当に無理。世界で一番無理な雲が。てかもう本当に眠すぎて 眠すぎてさ、さっき10分くらい寝とった。眠い、ほんとに。睡眠不足界隈。雲やば、本当に無理。雲、雲がいたってことは、雲の巣があるってことだよね。ほんまに雲キャンセル界隈よ。そしてあれ、ありがとうございます。優勝、あ、勝利、中間発表、中間1位、中間発表、勝利、ありがとう、おめでとう、嬉しいです。最終もこのままいきたいですね。気を抜かず、夏が始また、いつがした、こんばんは、最初まで行きたいです。お、いいね、そこに。震え上がった雲。許しません、雲。サイズなんかこれくらい、これくらいで茶色、明日はチャーミングトリップ。クモの巣の話したのにクモリの、ほんまにタイムリーやで、ほんまにタイムリーやで。もうクモ、ほんとにクモだけは、あ、クモの巣が近くにあるかもしれんって考えたら、わかるまで考えよう。自分の部屋入ろうとしたら天井から雲が伸びてきてびっくりした。うわ、あ、最悪、最悪やん。雲が伸びてきたってこと、家にでっかい雲の巣を作ろうとしてるってことじゃん。そんなの許しませんから。ヤンさんの配信ハッシュタグ好きなんだってさ、指針ってこと？ハッシュタグ指針ですか、嬉しい 違うかもしれんけど
喉は若干痛い。今日ボイトレあってなんか歌わざるを得なくて、歌わないようにしてたんですけど歌わざるを得なくて歌っちゃって、そしたらちょっと痛くなりました。ぽいぽい。曇っちゃうよ。あ、今日綺麗、嬉しいよ。天井から本当にチーカーの中に雲たくさん入り込んでたらちょっとゴミになっちゃうかもしれないです。ゴミになっちゃうか。全然そこには躊躇ありません。リプライ、君からだ、シガの写真。いや、もう使ってないスーツケース、クモの巣だらけだったらもう即してますね。即してますし、もし家がクモの巣だらけになっちゃったら即売りますね。全部。湾岸水泳のプリクラ、え、撮ったよ撮ったよ。クルアーズヤンパセさんで撮りました。え、わかる、ハッシュタグ好きなの。ダンスも可愛いよね。ハッシュタグ好きなんだ僕は。つぶやく、あ、テロップも過ぎて森、本当にもう私叫んだよね。眠かったのにこんなんで配信しなきゃこんなんだったのに。雲見つかった瞬間もう本当によく私は雲が見えたなって感じで、ほんで全然ちいかわなんて目にも入らないみたいなところにいたのに、もう私は一瞬の動きも逃さずに今なんか動いたよねと思って、なんか今見えたんですけどと思ったら雲がいた。本当に許しません、見逃しません。その雲はもう一回ちょっと部屋の外に出てもらうためにちいかわをピッて投げました。部屋の外に投げてドアをシュッて閉めました。なので多分歩いている。雲第6巻動体視力を主にサイズはこれくらい、この中のこれくらい、これが私は見えた。この部屋の中でこれが一瞬にしてカサッみたいな、ねえ見えてますけど。芥川さんの雲の糸みたいになっても私はもう助けは求めません。そう、いや本当に廊下に横たわるちいかわなっていう、多分ちいかわがもう一番びっくりだよね。ごめんねっていう。くるくるの手より大きくなったから勝負、本当にもうそのサイズは見たことはないけれども怖いですね。もし出てきた暁にはみたいな。あ、コロちゃん食べちゃう、ちょっとキャーは言わない、静かに、なんでいるのみたいな、ちょっと家賃払ってくんないみたいな。あ、ちいかわ、わー絶対わーわあ、ええわあ、なんで投げられたってなってる心の中で。退治しなかったらまた雲に出会っちゃうかも。でもくるくるは逆に退治できるほど強さがないんですよ。ブチュってできない。え、どうする、ブチュってしてさ、めっちゃちっちゃい雲のさ赤ちゃんみたいなのがシューって出てきたらもう家を売ります。
ちいかまだ廊下にいる。こっちの廊下にいる。ちいかも部屋にいれません。いや、そう、縁起っていいよね、クモはね。でも森はスパイダーマンかけてたら禁止になるかも、こうやってシューってね。家賃払ってそんなクモなのもしよう。家賃払ってくれたらまあ許す、許す。あと私の副代、副代払ってくれるならまあクモ許してあげる。え、クモの糸大量発射。確かにパパママに退治、パパさんかママさんに退治頼む。なんかさすがに5期だったら退治対象ない。クモはまあ退治キャンセル界隈、まあ、クモ殺したらなんかあれって言うよね、ちょっとなんかダメみたいな、悪いみたいな言うやん、なんか縁起悪いみたいな。だからまあクモは、クモ退治キャンセル界隈で、5期は胎児界隈だね。お話が出る副大至急優しすぎる。八枚目シングル消えてたら雲怖い。いや、そうしよう。気づいたら雲怖い。ハッシュタグもう雲のずに、確かにもうできないこんなの。ハッシュタグなんかできない、ちょっと。ゴキは出たことないけど、あ、出たことないっていうか最近見てないけど、うわ、虫基本無理ですね。亡くなりかけのセミのこと、セミファイナル、ちょっとなんかセミ見たことあるよ。セミファイナルね、え、目って、はめっちゃあるの、雲って。今日寝れない、今日寝れない。 G は足早いから、ほら確かに。いや、私 50m11、 50m 走11秒だからさ、絶対勝てないよね、 G に。アングルクルク求めるとこあるじゃないですか。もうめっちゃあるよ、もう。虫ね。うん。虫返したらさ、自分らが怖いよね。こんな巨大、巨大人物みたいな。そう、定期的に、もう怯えちゃう、ほんまに。目がたくさんある。なんで？なんでな？ 2 個でいいやん。ないの。睡眠キャンセル界隈です、今日は。いや、こんなこと言ったらさ、ちょっとさ、ちょっとあれかな。目よ。なんかさ、STU やばくないみたいになったらどうしよう。言わない方がいいかな。確かにちゃん付けで呼ぼうかな。くもちゃん、くるちゃんみたい。くもちゃん、ゴキブリちゃん、
くるくる歌もうまいけど話も楽しい。え、楽しい、嬉しいよ。言ってこ、言っちゃう。もう睡眠不足蓄積かない。脱出せんとえ、それなんかさ、ちょっとこれここだけの話ね、内緒話ね。この前なんかレッスン場になんかアリが湧いててアリの大群がいて、なんか壁際をなんかな、もう何匹かわかんないぐらいのアリがもうピュー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 って行ったり来たりしてて、研究生で、研究生がそう最近レッスンの研究生じゃない、 2.5 期と3期でがレッスンの主なので、うち私たちでこう掃除機で吸ったりしました。しかもこの前はなんかゴキブリも出たって言ってました。私がいない時にゴキブリが出てた。マネージャーさんが退治界隈、マネージャーさん退治界隈してた。確かに香りかな、香り嗅ぎつけてきてるのかな。王騎将軍ならどう考えるか、確かに王騎将軍確かに負けないからね。そうしよう、王騎将軍、じゃもし虫が当たったら王騎将軍なら全軍全身だな。でも一回私は将軍だと思ったら人にやらせる一回体を出したらいいんで、私はもう見とく、これが将軍の見る景色だっていうことで。アズミン全身みたいなそんな感じで。え、そう絶対そう、誰かがお菓子とかをレンタカーにあり、あ、マカリリーベで買った CD 開けたらクルクル、あ、やったーやった、あ、金曜と土曜日やった、マクルクル、あ、嬉しい。あ、キャプテンを使うアルミン全身人に合わせていくスタイル。私はまあ将軍なんで、飛信隊、アズミン隊で、そう、もう食べ物落とさない。アズミン虫、え、どうなんだろう。まあ一番強いタイはミューポンタイかな。ミューポンは生き物が好きなので、ミューポンタイをまあこう前進させとけば勝つ予感してきた。今日のうっかりあずみんはあずみんのためにこう言わないでおいて、置いてあげてる。どれとか言って返信言っていいの。ミューポン隊は飼育も始めちゃうかも。ミューポン隊は飼育も始めて大量出現させちゃうかも。神手のこれじゃ、あ、マントルよ。うっかり屋さん。ちょっと心当たりある。もうどでかうっかりしてましたよ今日。どでかうっかり。
トゥトゥ。明日はすぐから一からチャート見ますね。あ、ありがとう。よろしくるくる。よろしくるくるやで。9月の僕とはくるくる。え、僕とあるの ?9 月。今日発表されたのか。僕隊あるんだ。デリリオ感はしないな。いやあれなんだよね。ヒータンが、ヒータンによるんじゃない。ヒータンが出れるか出れないかによる。多分くるくるが出るか出ないか。でも主には多分サンキちゃんだから、チュルリチュルリチュルリ。あずみ覚える、アズミンポジ覚える暇ない。10分とかで覚えられないですよ。私だいたい1公演覚えるのに6、7時間かかるから。あと、ちょっと8月はもうないな。この2週間ぐらいで15曲ぐらい新しい曲入れて、もう入りきらないかもしれない。頭に入りきらないかもしれない。あ、ヒータンか、ヒータン。あ、マックスクジも嬉しい。フェスもそのくらい。まあフェスはなんかね、曲によるんだけど、フェスでやる曲とかってもうサングラスデイズ、ヘタリたちよ、ペアチャインで来てミスト、夢力とか、もう何度も踊ってる曲なので、そういうの何回も踊ったことある曲のシンポジーとかだったら10分とかできるんだけど、僕隊公演はもう結構長いこと出てないから、くるくるの記憶力、くるくる記憶力悪くて、すぐ短期記憶ですぐ忘れちゃうから、それでた僕隊はもう記憶ないから、ほぼ1から。あと私チャートリも全然出てなくて、最近やっと花だれ地方散歩時やっと覚えたぐらいだから、チャートリもほぼ毎回1からみたいな感じの、くるくるの記憶力がなすすぎて。そう、パンク若干。あ、そう、基本の振り返ってればそうすぐできる。なんかサビとかは一緒だから、そこはもうチケットまだ応募始まってない。25日大丈夫。ステージによって広さが違うのは感覚だね。感覚、覚える時って振り振りとかで、振り振りで練習する。いや、そう、25が結構大変で、そう、そこを今 100% でやりたいなって感じ。時間があったらでも覚えたいですね、僕たちは。時間があったら。あずみの記憶力もすごいもん。同じ曲もう私、え、いやもうほんま、あずみやばい、あずみ、
僕たらしさ4月だね。4ヶ月ぐらい出てないからもうね、ドキドキになる。でもビンゴビンゴあなたに巡り会えた、ビンゴビンゴドゥ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 。そんな感じかな。すごい。ありがとう。サンキちゃんそんなにたくさん覚えれるよ。なんかでもなんか比べるのとかってあんま良くない気がする。なんかその頑張っているよ。結構なんか比べるコメントなんか見ちゃうから、なんか 2.5 期と3期比べんで、やっている長さが違うの。お、大阪追加でありがとう、嬉しい。今在阪中、今日初めてリアルでサンフランシェ。お、いいじゃん。東京だっけ、なんか雨でさ一旦さ止まっとったよね。勝ったよね。でもすごい、勝ちの女神、勝ちの女神の逆ってなんだっけ、ん、女神のさ男性のとか、勝ちの神、勝ちの神やん、勝ちの神。そう、みんな違ってみんないい。なんか世界の終わりを感じるくらいの雨だったみたいな X なんか見た。空が出かってた、やばいよやばいよ、雨で地盤が落ちたんだになっちゃう。かのあいこさん、なんか公演もね仕方ないよね。劇場か、うん、でも頑張ってる。今度あのジャングル、サマジャンのフェスあるじゃないですか。サマジャンのフェスでリアチューとカナウとヒーちゃんが出るんですけど、最近はその 2.5 期と3期の25日のレッスンほぼ毎日あって、そのレッスンした後にそのフェスの復習を毎回何回も何回も踊ってる。3人でやろうって言って偉いと思って、
明日仕事早く終わらせて帰る。待っとるよ待っとるよ。確かに明日広島たどり着けるか。確かに。え、まだ降っとる？30発ぐらいになる。え、散歩気をつけてよ。え、雷って人に落ちるんだっけ？傘に落ちる？森さん中のお島さんだ。若者さんだ。そうなんだ。そう、大変。偉い。いや、素敵な世界。頑張ってる。あー、ちょっと声が。十日は下手かな。十日は下手っぽいな。そう、明日リネさんラストチャート来るくる。髪型どうしようと思って。髪型に歌いながら歌うとろ。そんな嬉しいよ。チャーミングトリップ10日は STU の配信はないよ。え？わかんない。ある？ある。そう。なかった。なかった気がする。そうなんよ。配信自体はあるけど、STU の配信はあるんだけど、STU のステージは配信もアーカイブもなしになってた気がする。そうなんですよ。ピエン。ピエンです。でも本当に見てほしい曲いっぱいします。いっぱいします。悲しい時です。え、汗かけに行く。え、来てほしい。しかも水もあるから水分補給も水分補給もできちゃう。水でジャングル水も降ってきて水分補給パンも ないと、うん、でも想像つかない。なんか水が飛んでいくのどんな感じなんじゃろ。飲んでいい水じゃないかもしれないけど。飲んだらちょっと体調を崩す可能性なくはないなくはない。どれくらいかかるかわかんないけど、消防車のホースみたいな量だった。そんな一応気をつけ、その対策もしといた方がいいかもしれない。7時からペットボトル、あ、ペットボトルの水なら飲める。けえ、投げようかな。
明日の夜、明日の夜ローモバ配信します。ね、唇乾燥、ももクロ夏の乾燥とはゴミ袋持参で必ず荷物を。そうなんじゃ、水没、氷水、いや氷水だったもうみんな逆にはって帰るかもしれんってなって帰るかもしれん。はーちかわいい、はーちかわいい、はーち。何時頃？10時半くらい。でも予約は入れる、その近く。亀戸席とかあると放水。ああ確かにそうか。待って。9はどっ。9はね、ストリが出てこない。9の脳みそ検索、下手かな。下手かな。下手。下手。サマステ下。どっちも下だね。お、イメージ霊活探してる。お、じゃあ明日あの教える、ぜひ配信見に来てくれたら、まだ入り方わかんないみたいな説明します。少しタイム受ける、そうちょっと考え中。バイトだとお疲れ。あ、スクスチャレンジ、あ、違う、巣窟か。巣窟、確かに確かに。くるくるから見て右手側、くるくるから見て右手側。ニレの木陰の下では何日に一度くらい聞くの前だと。3ヶ月に1回とかかな。ツアーの時は、あ、違う、ツアーじゃない、7周年ツアーの時は結構な頻度でできたんですけど、なかなか披露するタイミングないですね、ニレの木陰の下で。まあ、あの日ならやるかもしれませんよ。お、サマちゃん、お、確保、ありがとう、ありがとう。あの日ね、どの日かわかんないけど、あの日ねどの日かわかんないけど、くるくる下手が多いんかな。急にフェスとか下手が多いんかな。最近下手多め。
下手芸人になろうかな。いやいや下手。そうそう、あ、少しタイム。下手界隈、下手界隈、あ、好きな曲だもんで、嬉しい、嬉しいです。あ、少しタイム中。中間勝利、喜びのポーズ。チーカーぶん投げとき。ハッシュタグ好きなんだ。ちょっと目がちょっと明日に撮影 A 列センター、あ、待ってる、明日見つけて、モチのロン、クワトロ久しぶりだな、ちょっとちょい久しぶり、楽しみ、楽しみになってきた。明日はキュルキュルです。あ、やばい、時間ないんだった。あ、スクシュタイム終了なんですけど、明日はクルクルじゃなくてキュルキュルなんで、よろしくお願いします。あ、明日はクルクルじゃないんで、明日存在しているのは、この世界に存在しているのはクルクルじゃなくてキュルキュルなんで、チャットイのコアの日はクルクルじゃないんですよ、キュルキュルなんですよ。あ、もう別人ね、キュルキュル、もう別人キュルキュルなんで、よろしくお願いします。そうそう、そっくりさんのキュルキュル。それでは、あ、告知タイムすると明日チャットにお待ちしてますと、今日ん、あ、ちょっと今お話し会受付中です。おすすめは8月31日のオンライン3時間目です。お待ちしてます。あ、うちは嬉しい、嬉しい。それでは壇上読みます。13位ケンタありがとう、12位ステラありがとう、11位ナナイシありがとう、10位ミックありがとう、あ、追加した嬉しい、ありがとう、9位天使のグありがとう、8位キマジロコイチありがとう、7位トキマツルありがとう、6位キュエルありがとう、5位アッキーありがとう、4位フクちゃんありがとう、3位マスタカーありがとう、2位トマトポーありがとう、そして1位はドゥルルルルルルルパーン、オノピー、ありがとう、ありがとうオノピー。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。明日はチャーミングトリップ、よろしくるくるです。それでは、あ、よし、キュルキュルです。それではおやすみ、ドボルー。